カーボンニュートラルのニューノーマル、 CO2 排出量の見える化を実現。新ダイワから 25kVA マルチ発電機 DGM25MKC を発売します。 CO2 の実排出量をモニターに表示することで、燃料補充分を計測するよりも精度よく温室効果ガスを計測できます。またあと何時間使えるのかが分かる運転可能時間を表示できるので、効率の良い燃料の補充が行えます。好評をいただいている残容量表示の単位を通常の KVA のほかキロワットでも表示できるようになりました。モーターなどの容量計算も簡単に行えます。環境変化に適応した構造設計に加え、高耐久ウェザーストリップも採用。ゲリラ豪雨を上回る雨水でも庫内の浸水を防止します。次にメンテナンス性についてご紹介します。メンテナンスに便利な3面ドアを採用。右サイドに加えリアサイド、左サイドもドア式パネルを採用。外側からボルトで取り外しでき、狭い場所でもメンテナンスが可能です。当社独自の引き出し式オイルドレンを採用。エンジンオイルの交換で液だれしにくい構造に生まれ変わりました。軽負荷運転時間を累積し、カーボン除去をお知らせします。天板にはデザイン性に優れるフラットパネルを採用。ボルトレスにすることで段積み時のトラブルを軽減しました。3層と単層3線を切り替えることなく同時に出力できるマルチ発電機能はそのままに。オプションで 100V コンセントやブレーカーの増設などユーザーニーズにお応えします。その他にも工具なしでメンテナンスできるように工夫を凝らしております。カーボンニュートラルに貢献する新しいマルチ発電機をどうぞよろしくお願いします。